尊い命を救うため荒れ狂う海の現場に挑む人命救助の最前線。そこではわずかなミスが死に直結する。一人一人が持つ強靭なリーダーシップと信頼できる仲間たちとの完全なるチームワークが必須条件。将来の幹部職員として採用され、海上保安官として自ら選んだ道の厳しさを知り学び、気の緩みや勘違いを徹底的に正していく4年半。ここが海上保安庁の学校、海上保安大学校です。春4月、さまざまな動機、そして夢と目標を胸に抱いて日本全国から集った若者たち。私たちは海上保安大学校の教育方針に従い、学生としての本分を自覚し、校則を守り、勉学に励み、心身を鍛え、人格の統一に努め、立派な海上保安官になることを固く誓います。海上保安大学校での4年半は完全なる全寮制。各学年1人ずつの4名が同じ実習室で生活することを原則にしており、上級生が下級生の面倒を見て育てることが基本となっています。入学したての学生たちは当初この規則正しい生活リズムに戸惑いを覚えます。生活習慣や生活態度を根本から叩き直す。生半可な言動は先輩たちから厳しく叱責され、全ては自己の努力と研鑽により乗り越えていかねばならないのです。海上保安の現場は最前線でも後方支援においても一瞬の気の緩みが取り返しのつかない事態を招きます。最悪の事態を回避するためにも団体生活を通じて規律を身につけ、責任感、協調性、積極性を研ぎ澄まし、一人一人が高度なリーダーシップを体得しなければなりません。1年時には基礎教育科目で幅広い教養を身につけ、2年時以降は法律関係及び海上保安行政関係の専門知識を習得。3年時、4年時へと進むにつれ訓練科目及び実習科目が増え、海のエキスパートとして船の上で欠かせない高い見識と教養を学びます。午前と午後の授業を終えた夕方は強靭な体力、気力の練成を目的とした体育部活動。男女の分け隔てなく基礎体力向上に励みます。学年ごとの授業カリキュラムでは同期の仲間と過ごしますが、寮生活は4学年混合で過ごします。4人部屋の自習室や12人部屋の寝室では先輩たちと一緒に学び合い、語り合う時間を過ごします。はい、ご苦労様です。朝6時半起床、そして1日の終わりは午後10時半。人員確認のため消灯巡検を行い就寝となります。教養と専門知識を高めると同時に、幹部海上保安官としての気力体力向上を目的とした様々な訓練が年間を通して実施されています。こちらは1泊2日の野外活動として実施される探偵訓練。丸2日間漕ぎ続け、腕はパンパンになります。持続力のあるものないもの、それぞれが助け合いながら2日間にわたる同じ船での活動がチームワークを醸成します。6月のプール開きに合わせて始まるのが水泳訓練。入校時には泳ぎが得意でない学生も多々いますが、泳ぎ上手な学生が苦手な学生をサポートすることで日々水に慣れ、次から次へと泳ぎ上手になっていきます。そしてその成果を確かめるべく実施されるのが7月の遠泳訓練。海上保安大学校の全面海域約5マイルを泳ぎ続けます。仲間と共に励まし合い、助け合い、全員でのゴールを目指します。当初の仲間意識はこの頃になると家族同様な強い絆となり、その思いによって誰一人脱落者を出さずに最後まで泳ぎ切るのです。1年間の厳しい訓練を試されるのが毎年恒例となっている体幹訓練。
夜明け前の早朝から寒さに耐える2週間。まだ日が昇らない真冬の早朝に、探偵、長距離走、柔道、剣道、逮捕術の各訓練に分かれ、強靭な体力、気力の練成に励み、その技を競い合います。最前線の危険な現場では相手の攻撃に屈することはできません。そのためには相手を制圧できる腕力を鍛え、技を研ぎ澄ます。長身な男子学生相手に小柄な女子学生も全力で立ち向かい、一歩も引きません。日々の訓練は全て最前線で海上保安業務を遂行するために必要なこと。3年次4年次になると練習船小島に乗船し、国内での公開実習訓練が始まります。船舶運航に関する航海、機関、通信の各専門分野の知識や技能を身につけ、さまざまな条件下で遭遇する海上での実業務と実務知識、そして経験値を積み重ねていきます。4年間で鍛え抜かれた精神力と体力、そして学んだ専門技能、その集大成として実施されるのが世界一周の遠洋航海実習です。太平洋、パナマ運河、カリブ海、大西洋、地中海、スエズ運河、インド洋などを航海しながら、3ヶ月の遠洋実習では未知の対応や外国の文化、生活などに直接触れ、各国の海上保安機関の職員との交流や現地市民などの国際交流を通して見聞を広め、国際感覚を養います。新入生としての入校時にはまだあどけなさが残っていた幼い顔つき、今までの生活習慣や感覚を頭ごなしに否定されるも、ほんの数週間で海上保安官としての自覚に目覚めます。そして精神的弱さや肉体的弱さが日々改善され、強靭な精神力と基礎体力が目覚ましい進歩で成長し続ける。4年6ヶ月という時を一つ屋根の下で共に仲間や先輩たちと過ごした思い出を胸に、海上保安大学校を卒業した学生たちは初級幹部として巡視船に乗り込み、海上における犯罪の予防、海難救助、海上交通の安全確保など、海上保安業務に従事するため日本全国の現場、最前線へと旅立っているのです。